はようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために、配信している番組でございます。ということで、はい、今日は、1月、29日ですね、はい、29日、はい、はい、ということで、いつものようにいきましょうか。よろしくお願いします。はい、はい、今日は1月29日、はい、っていうことは、はい、肉の日です。あ、肉の日ですね。肉の日ですね。そうですそうですそうです。はいはいはい。肉の日。はい。そのまんまです。肉の日は毎月ある。そうそう、毎月29日は肉の日。はい。お肉食べたいと思います。はい。はい。で、もう一つ、昭和基地開設記念。おお、はいはいはい。南極大陸に昭和基地が開設されました。1957年、昭和32年の出来事です。32年ね。はい。もう南極のね、昭和基地といえばね。もう南極物語ですよね。はい、そうですね。もう太郎とジロー、はい、ね、もうあれ僕ら小学生ぐらいの時、小学生の時、学校で見ましたよ。そうですよね。はい、ね、なんか学校で、あの頃で学校で見てたりしましたよね。結構ね、授業でね、はい、はい、体育館集められて、体育館でみんなで見たみたいな、はい、あったんですけど、最近はやってんのかな。どうなんですか、ね。どうなんですかね。ね、はい。まあ、はい、ぜひ映画文化をね、はい、つなげてほしいですか。はい、はい、じゃあもう一個、はい、人口調査記念日です。1872年の1月29日に明治政府による日本初の全国戸籍調査が行われた日となっております。はい、結構莫大なね数をこう集めてやっているので、うん、1年間かけて、構成されて、はい、その戸籍は、編成、はい、編成都市の干支、人身から人身戸籍と呼ばれています。ね、はい、もう人身が読めないっていう時点でもうあれやねんけど、いやいや、だからほらね、干支ですよ、干支、はい、ね、今年は寅年ですよね。はい、はい、で寅年やねんけど、僕らが言うてる虎とか鶏とかね、牛とか、ね、はい、猿とかで言うてるのはあれは十二支なんですね。十二支、その十二種類の動物の、はい、名前っていうかそれになってるんですけど、はい、実は十巻十二支っていうのが正しいんですよ。十、はい、巻十二支ね。で、十巻っていうのが火の絵、火の塔とか、水の絵、水の塔とか、はい、要は絵塔なんですよ。水の絵、水の塔、要は干支なんですよ。はいはいはい、だからみんなが干支を言うてるのは実は十巻の話、十巻の、そう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 、この干支なんですよね。はいはい、で、A が表、塔が裏とかあって、はい、で、これが5種類あって、それを、表裏で10種類なんで10巻、はいはい、で十二支があるんですけど、これを実はね重ねてるんですよ。10あって12ある、うん、ほんなら11が上空いてるでしょ。ほんだらこれ10巻の1に戻ってきはるんですよ。で10巻の1、12子の11、はいはい、で次12子の12で10巻の2なんですけど、はいはい、10巻の3番目がまた今度開くんですよ。でここに12子の1が来るんですよ、はいはい、っていう風にしてずれていくんですよね。で全部回っていったら60年かかる。60年かかってやっと元の11になるっていう。一周回って。そうそうそう、だから還暦っていうんですね。はい、そうそう、だから還暦っていうのは実はその、10巻12子が一周回ってきた、うん、その間よく行きましたねと、はい、でまた11に戻るから、1からやり直してくださいねっていう、そういうのを還暦っていう話なんですよ、実はね。はい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 、でその人身というね、うん、古代のね人身和乱って言って人身の乱っていうのがね、うん、あったりとかした、人身と同じ人身なんですけど、はいはい、まあもう当然ながらものすごい年月経って、はい、明治の人身なんで、うん、はい、明治5年というお話ですよね、はい、明治45年しかないから45年間の中で1回しかないんですよ、この人身の年は。だから、まあ、人身戸籍というふうに言われているということですね。はい、はい、ということで駆け抜けて喋りました。はい、これか、これが俺疲れてんねん。
はいはい、じゃあ終わり。あ、終わりなんだ。はいはいはい、はい、ありがとうございました。はい、まああのね、肉の日ということで言うと、そうですね。あの僕あのあれなんですよ。あの実家が近鉄八尾なんで、はいはい、あの乗り換えをね必ずあの鶴橋でするんですよ。はいはいはい、あの環状線の乗り換えが鶴橋。はい、もうねあの行きはええんですけどね、帰りがね、うん、もうええ時間にちょうど当たるからものすごいええ匂いして、もう早しますよね、もう降りたいねんけどここ乗り継ぎやから降りられへんねんとか思いながらいつも行ってるっていうね、ほんまに匂いしますね。はい、もうコロナが早く去ってくれて早く食べに行きたいなと思ってますが、はいはいはい、はい、ということでですね、はい、今日は、このプレゼンありかなしかなんですけども、はい、今日はですね、インタビューでございます。はい、はい、あの映画、はい、なんだっていう、なんだ、はい、あのひらがなでなん、はい、で中黒、ひらがなでなんだっていう、なんだ、なんだ、そうそうそう、はい、なんなんだっていう、本当にね映画がねなんなんだって言いたくなる映画なんですけど、まあそのね、監督の山崎慎平監督というね、はい、奈良出身の方なんですよ。あ、ほう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 、そうなんです。であの実はの故郷の奈良がね、はい、たくさん出てきて、薬師寺の五重塔とか見えたりとかね、あの非常にね綺麗な絵もたくさん出てくるんですが、奈良で撮ってはい、はいはい、まあ奈良だけじゃなくてね、あの横須賀から始まって京都行って奈良行くっていうね、まあ、そういう感じの展開になってるんですが、はいはい、まあ、その監督にインタビューをさせていただきました、はい、それをご覧いただきたいと思います。では、判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ではですね、はい、もうどんだけ僕と山崎監督が盛り上がったかを見ていただければと思います。はい、はい、このプレゼンありかなしかスタート。美智子が事故った、お前もすぐ来い、京都だ。いる、こいつは。母さん昔のことは全然話してくれなくて。あ、はあ、この場所ってもういい、どうせみんな全部忘れちまう。私どっちとも別れないから。私分かったの、心と体ってそんなに簡単には切り離せないって。これからも一緒にいて。好きだったんだよこの人のこと。用が終わったら帰って。俺たちって何だったんだ。肝心なことは何も知らないで40年、何だったんだろうね。何なんだの、山崎慎平監督の、インタビューを、させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあまあ、このね、作品ですね、あの見させていただいて、多分ですねポイントになるのが、あの写真の使い方っていうのがすごい面白いなと思っていて、写真ってね確かに見てるときは、あ、こういう写真なんだって綺麗だなとか見てるんですけど、それを誰が撮ったとか誰に撮られてるとかっていうのを前提に見てないって多いかなって思っていて、ところがこの映画の中ではその写真がキーポイントになってですね、物語が展開していって、しかもそれが誰に撮られたのかっていうところによって意味が変わってくるっていう、そこがすごく僕は面白いなっていうふうに思ったんですけど、ある一人の人間の時間を閉じ込めるっていうことにおいて、うん、はい、写真とかカメラっていうのがなんかいいなっていうのがずっとあったんで、うん、まず写真とかカメラっていうのは結構もうその当初書いてた頃からずっとあって、あ、監督のアイデアなんですね、あれだから。あ、そうですそうです。多分だから認知症よりも先にカメラとか写真はずっとあって、あ、なるほど。で
結局だからその過去っていうことにのその具体化としてカメラ写真があって、それを失っていくことに関して認知症があるっていうか、はい、それとこれをこうなんか引っ掛けてなんか構築したと思いますね。特に今回の話の場合ね、まあ、下本さんがされる主人公がいて、まあ、その烏丸節子さんの奥さんが、まあ、実は浮気してたんだっていうことが、まあ後で分かるんだけど、そのきっかけになるのが実はその写真を追っかけていくっていうところから始まるというか、この話ってやっぱり写真をキーにしてこう進んでいくし、でこの間まで俺この写真好きだったんだよって言ってた写真が、その実はことが、しかも2枚もそうだったっていうのが後で分かるっていうのが、僕が主人公だったらすっげえショックやろうなってすごい思ったので、この写真の使い方ってすっげえうまいなっていうか、すごいなと思ったんですけど、うん、僕だから烏丸さんに気分がやっぱ乗ってるんで、はい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 、やっぱり時間も、うん、だから奈良に持って行ってるんで、はいはい、やっぱその僕やっぱあっちの気分なんですよね。ですよねっておっしゃってますよね。なんかそうっすね、はい、なんかそうっすね、うん、まあ位置関係とか全然すげえ嘘ついてて、白鵬ちと若草山とあの家と全然もうすごい嘘ついて、はいはい、もちろん理解した上でやってるんですけど、はい、自分のこあの時の自分の視点がこう上がっていくっていうのをちゃんとこうやりたいなって思ってて、視点が上がっていってるんで一応、うん、そのあの最初の寺より若草山が高くて、はい、で今の海が見える横須賀の団地があって、はい、で最終的には生駒山から反対側の河口を見るみたいな、だんだんこう視点をこう上げて、はいはいはい、なんか行って、あ、まあ、あれ狙ってたんですね。あ、もちろんもちろん。おお、すげえ、はい。まあ、それで言うと団地が一番大変やったんですけど、はいはいはい、海が見えるちょっと高い団地が全然なくて、まあ、結構、うん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 、ロケハン大変な思いをしましたけど、はい、でもあそこの団地 はいいロケーションでしたよね。いや本当にいい、本当にいいところでしたね。あのそういう意味でもものすごい見どころあるし、そのまあ役者さんたちのまあ今回のその物語の中での演技っていうのも、まあ、ものすごいあの演技をされてるなと思いましたし、ある意味一番の見せ場やなと思ったのは、あの5年齢での殴り合いが見れたっていうのはすごいなって僕は、あそこはある意味見せ場やなって。だって普通、まあまあもちろんね、あの本気で殴り合ってはないのは分かってるんですけど、うん、でもエネルギーいるじゃないですか。僕らの年齢でも殴り合いするっていうのは相当エネルギーいりますからね。一応僕あの格闘技のインストラクターとか昔やってた人なんで、殴り合いを教えたり してた人ですけど、でもあの年齢でもその嫁さんなり彼女なりっていうのを思って殴り合えるってすげえなって、なんかすごい僕は逆に思ったんですけどね。ざっくり言うとあの年代やから殴り合えるっていうか、うんうん、そういう勝手なまあ僕の考え方があったから、はいはい、まあ殴り合ったっていうところもあると思う。逆に僕らは殴り合えないんで、はいはいはい、結構そこはちゃんとその道徳とか、うん、なんか変なアゲインスト暴力教育がちゃんとされてるんで、はいはい、なかなか、まあ、僕その殴ることそれってでもすいません、僕あのちゃちゃ入れますけど、プロデューサーの、まあ、プロデューサーの寺脇さんの教育行政のおかげですかね。あらららららら、まあ、すいませんちょっとぶち込んでしまいました。教育してた方とされた方が一緒に映画作ってと、ね、そうなかなかだってもうなんか今時の20代なんてもうまあ殴らないでしょう。あ、そうでしょうね、多分ね、エネルギーいるんですよ、とにかく殴り合うって多分、うんうん、中野さんがちょっとだけ話触れてる、まあ、学生運動、うんうんうん、本当にちょっとだけ触れてますけど、うん、まあ、実際僕らもね、その厳密にやれてないっていうか、本当に手触り程度のあれですけど、はいはい、まあけどあの世代やから、まあ、いやおなくあるんかなっていう。最終的にこの話ってまあいろんな見方ができるお話で、いろんな人が多分見たら、え、これ不倫の話やんっていう人もいれば、いやいやこれは実はこういう話やねんっていうふうに思ってる人がいるみたいな、見る人によって見る立ち位置をそれぞれ変わってくるお話なんやろうなってすごい思うんですよね。
だからそれぞれがそれぞれの人生観みたいなのを多分この作品見ると喋り出したくなる作品なんじゃなくて、うん、あ、なるほど、そうですね、 すごいそれを思ったんですよね、うん、ああなるほどなるほど、いろんな人に見てもらっていろんな人の感想聞きたいなって僕も思いました。本当そうですよね。僕は烏丸さんで結構こう、うんうん、なんとなくこう見てたし、はい、今ね、あの下本さんでっておっしゃってて、そのあの和田さんで見る人もやっぱ絶対いる。ああ、そうですよね、そうですよ、いるいるいる、うん、絶対いると思う、うん、なんかだからいろんな見え方見方ができるし、自分自身もそんなに強く価値観が提示できるほどのなんかがないんで、なんかどっちかというとその模索しようよっていう一緒に考えませんかっていう映画ではあるんで、うん、なんか本当にねいろんなとこ行って話せたらいいっすよね。ね、あのいやもう本当にあのこれあの何なんだディスカッションやりたいっていう、あの見てからみんなで話すでもいいし、見た人が集まって作品について話してもいいし、不倫について話してもいいし、うんうん、その生き方について話してもいいし、その認知症のことについて話してもいいし、なんかそのテーマ限定せずに何なんだを見た人たちが集まって言いたいことを言うっていうのがあったらすっげえ面白いやろなって僕はすごく思ったので、うん、はい、そうですね、いやもうぜひやりましょう、やりたいですね、あやりましょうやりましょう、はい、ということで、A 時間になりましたのでそろそろ監督からですね、あのメッセージをいただければと思うんですが、今本当に言ってくださったみたいに、僕なんか映画ログプラスかなんかの取材でそうそううまいこと言ったんですけど、はいはい、5度目の青春映画とか言ってなんか言うてくるはず、なんかそれってけど1度目の青春は10代とかであって2度目もある、はい、3度目も4度目も、はいはい、5度目があって何度目の青春に自分がこう感情を乗せたり批判的っていうかアゲインストするのか、はい、いろいろあれですけど、本当にいろんな見方ができて、僕が今41歳の僕がこれを作ったことに関してのそのなんか実際の世代の人はなんかいろいろ思うこともいっぱいあるやろうし、うん、実際僕ら世代が見た時にどう思うかとかもいろいろあるやろうし、なんかこう本当にこうなんか今テレビであれじゃないですか、あの顧客取り込み型のテレビドラマが流行ってるように、はい、これに関しても本当になんか皆さんとこう話してコンプリートするような本当に映画なんで、うんうん、劇場で座ってね、あ、よかったとか面白かったってだけじゃなくて見終えた後にこう話せれる映画ではあるんで、なんかそういう風にこう考えれるいい映画だと思います。あのいや、うん、本当にそうだと思いますね、まあ、映画っていろんなその楽しみ方ありますけど、やっぱその、うん、映画を見た感想をどう共有するかってすごい実は大事だと思うんですよね。見た人同士でなんかそれぞれ意見をぶつけ合える作品かなという気はするので、うん、まあ、ぜひなんかそういう時間作れたらいいですね、はい、うん、はい、というよりまず最初にそれを見に行っていただかないといけないと思うので、そうですよ、ぜひ見に来てください、はい、あのこれ見た人でね、あの見に行ってぜひ喋りたいという人なんかメッセージもらえると嬉しいですよね。もしよもしよ、ツイッターありますから ね、はい、ね、はい、ぜひそんな運動になっていけば面白いなと思いますので、その時はぜひ参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、ということで、お時間いただきましてありがとうございました。映画なんなんだの監督山崎慎平監督のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、という感じで、はい、あの僕と山崎監督 の、 あの盛り上がりぶりを見ていただけたと思うんですけど、はいはいはい、まあまあ、 あのとりあえずまずはね、もう判定を先していただきましょうかね、はい、いつも俺なんか判定の前にいろいろ喋りすぎてここ長いんでな、はい、いきます、はい、このプレゼンありかなしか判定。はい、はい、いや実はね俺ねこれあのほら山崎監督あのインタビューの時ね結構最初の方とかなんかクククククって笑ってたり、はいはい、でなんかやたらとあのラストのね、はい、あのそろそろええ時間になりましたんでとかゲーって笑い出すでしょ。あれなんでかって実は2テイク目なんですよ。あれ2テイク2テイク目なんですよ。あのズームの録画ボタンを
あの、押したつもりが録画が止まってて、はい、で全然撮れてなくて、はい、後ろですごい笑ってるすごい笑ってるけど、まあなんで笑ってるのかまた後で言いますけど、はい、これエンディングで言いましょう、これハプニングが、そうハプニングがあって、で全部撮り終わってから確認したら、はい、あれってまだ撮れてないやんこれって言って、なるほど、んで速攻山崎監督に電話して、すいませんって撮れてなかったんでもう一回お願いしますって言って、はいはい、でやり始めたら僕があまりにも同じように始めて同じ質問をするからそれがおかしかったらしくて、すいません笑いこらえんの必死でって言って、はいはい、はい、いう感じで笑ってはったっていうのが実はありまして、はい、まあ、でも撮れたからよかったですね。いや、そう撮り直しましたね、はい、なんとかね、で、あの最初のやつ僕30分ぐらい一緒にもめっちゃ盛り上がって喋ってて、はいはい、でその後またあの例のごとく松村さんが入ってきて、はい、10分ぐらい盛り上がってたんですけど、だから都合40何分喋ってる上に20分ぐらいまた撮り直してるんで1時間ちょっとぐらい僕山崎監督と喋り込んでると、ほんまにあの今度飲みに行きましょうほんまはい、はい、という感じですね、はいはい、まああのぜひですね、この何なんだっていう作品はあのちょっとね山崎監督のお人柄とはちょっと違う、なんか印象はだいぶ違います、あの結構ねシビアな内容というか、あ、そうなんですね、あの、はい、まあシニア世代のご夫婦の、うん、離婚するのせえへんのみたいな、うん、そういうお話なんですよ、奥さんが実は30年間不倫してたみたいなことが分かってくるとかいう話なんで、結構ね見る人によって、はい、多分立場が違うんですよ、あの旦那の立場で見るのか奥さんの立場で見るのか、はたまた不倫相手の立場で見るのかとか、いろんな立場で見れるし、まあもう一つだらあの旦那というかその夫婦の娘の立場で見るとかね、娘の旦那との立場とかね、あの登場人物それぞれのどの立場に立つかで、あのこの作品の見方が全然変わってくると思うんで、多分ねそれぞれ違うんですよ、共感できるところ、共感できるところいっぱいあって、ね、あ、はいはい、それのその何立場がいろいろあって、うん、でもこの立場から見ていやいやそれは違うんちゃうとかって言いたくなる、だからあのできれば僕はあのこのインタビューで見てますけどこう見た人同士でいろいろ喋りたいからあのこれ見た人で、あの何なんだを見た人はぜひメッセージください喋りましょうそうですね、共感ポイント、そうだから何なんだディスカッションみたいなのを監督呼ぶんでやりましょうようちでやってもおもろいよねと思ってるんで、はい、ぜひ、皆さんよかったら来てくださいって感じです、はい、はい、ということで今日は何なんだのインタビューでした、どうもありがとうございました、はい、いはい、はい、ではあゆみ、はい、はい、お店の宣伝です、はい、おはようございます、よろしくお願いします、おはようございます、はい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 、イベントです、はい、はい、マトリアのチョイスの日、2月は、はい、来週の5日と6日に行います、はい、はい、中身はですね、はい、ファーストチョイスは、チョイスは、さよならまでの30分、はい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 、セカンドチョイスはマディソン郡の橋、はいはい、こちら5日土曜日ですね、はい、はい、で6日日曜日が、はい、ファーストチョイスはさよなら5日、はい、で、セカンドチョイスがナミヤ雑貨店の奇跡ですね、はい、楽しみたいと思います、はい、はい、はい、なかなか濃いですね、はい、濃いです、はい、はい、なかなか濃い2日間となっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、お楽しみください、はい、はい、で、チームラッシュもございます、はい、7日ですね、はい、走るイベントもございますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、そして2月はだんだん、はい、はい、マテリアルのフリーマーケット、はい、はい、フリーマを行います、はい、はい、2月19日土曜日と20日、はい、日曜日、はい、開催いたしまして、お時間が10時から18時となっております、はい、はい、いろんなね商品をたくさんね、うん、並べて、はい、皆さんに買ってもらいたいなと思っております、はい、はい、もちろん入場は無料となっております、はい、まあね、休憩しにお店寄ってもらっても大丈夫ですので、はいはいはい、ぜひぜひちょっとちらっと来 て, てドリンクとか、はい、販売しておりますので、はいはいはい、ドリンク飲みながらちょっと休憩がてら来ていただきたいなと思っております、はい、それに合わせまして出店者さん募集しております、はいはいはい、あと2組今の段階であと2組なんですが、まあ、ちょっとお問い合わせいただいて、はい、ということになっております、はいはい、通常ね、はい、1日1000円の出店料をいただいている、はい、いただこうと思っておりますが、はい、今回は初回ということで3000円の出店料をいただきますので、はい、はい、ぜひぜひ、ね、みんなで一緒に、はい、マテリアルのフリーマーケットを盛り上げていってほしいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、あ、疲れた、はい、はい、では
終わり。はい、ありがとうございます。お待ちしております。はい。高橋さん、はい、おはようございます。はい、コミュニケーション高橋でございます。はい、ありがとうございます。というのコーナーでございます。はい、はい、最近なんかデジャブの映画を見たんでねなんかデジャブやね。デジャブですね。デジャブですね。それのちょっとあれか、はいはい、ものじゃないけどね、はいはい、では、うん、その映画でもね、うん、2回目の時は帰ろうってね言うてましたからね。はいはいはい、あれですけどね、はいはいはい、先ほど昭和基地出ましたけど、はい、南極物語は私は見ております。はい、はい、はい、そして何なんなんですよね。何なんそれは見ましたけどね、今度アイアンの方では2月13日、はい、日曜日に、はい、監督のインタビューをお送りすると、はい、インタビューというよりも一方的に興奮して見たすぐ、1時間以内にインタビューをしたんで、ね、はい、もう一方的にですね、監督の考えを抑えつけるような私の考えを一方的に言ったっていう、ね、先ほどの日は監督はテンション上がってましたけど、ねええ、絶対で上がるんですよね。いやいやいや、上がります上がります、ね、言いたくなるから。そう、でもだからみんなが集まってちょっとヒートしたかなっていうのがいやいやいや、だからほら、あの映画の中でもね、はいはい、あの70過ぎのじいちゃん同士がどつき合いするとかってすごいことになってんのよ、うんうん、それがひょっとしたら生で見れるかもしれんね。たぶんね、そこの撮り方もね、多分監督とはですね、ちゃむちゃうんですね。はいはいはい。まあ、それ言うたらまだね。聞かせたいと思いますけども、はいはい、今日は1980、最終週でございますが、はいはい、音楽映画でございます。はい、1980年代の、はい、アーティスト、はい、ですね、ですけども、こちらはですね、1985年のアメリカ映画です。はい、マドンナ主演でございます。来ました、ね。マドンナのスーザンを探してでございます。はい、監督もスーザン・シーデルマン。はい、ザ・シティの3エピソードを監督しております、はい、で主演がロザンナ・アークエットで、こちら第39回英国アカデミー賞の助演女優賞を受賞しました。一応まあ主演は主演なのに助演になってるね。でも一応マドンナが主演なんですけども、ですからこれマドンナがスーザン役をしてますので、はい、まずその新聞にスーザン探してくれっていうのを見たんですね、この主演の助演の方が、はいはいはい、が探しに行くやから、はい、マドンナあんまり出てないんですね。こうおかしいですね。だからマドンナのスーザン、マドンナはスーザン、マドンナはマドンナはスーザン、ややこしいね。で監督もスーザンやからね、うん、その辺見てるだけだと思います。これなぜか誰がスーザン、全然助演の方が取ったという形でございます。はいはい、主題曲は、大ヒットしましたイントゥザグループでございますけどね。80年代ディスコで、ね、マドンナになるとね、はい、大体鏡前のディスコは、はい、女の人が前、はいはい、男が後ろ行く、はいはいはい、ちょっと暗黙の妖怪があったってね。なるほど、あの踊れますけど踊ったらあかんっていうのがありました、はいはい、だから男は踊るんやったらっていうことで、はい、マイケル・ジャックス、はい、それから今度ディスコでマイケル・ジャックスになると、はい、女子は後ろに行って、ね、男が前に、はい、っていうね、感じでございます。こちらムーンウォーカーということでね、ちょっとまあ、はい、宇宙っぽい、はい、作品で、ほんでまたね、はい、子供を出すっていうね、はい、マイケルの好きなね、ちょっと危ないよという映画でしたけどね、はいはい、でも半分がですね、バットツアーのプロモーション、はいはい、バットかな、うん、バットワールドツアーのライブ映像とかいろんなが入ってるというね、だから半分プロモーションビデオでございます。ですね、はいはい、こちらね、日本、ヨーロッパ、オーストラリアでは劇場公開されてますが、はい、アメリカではやってないですね。やってないですね。やっぱりそういろいろあるんですよ ね。だからこれもちょっと伝説の映画という感じでございますね。まあ見るというよりも聞く映画、うん、まあ、後でもね、This is itがありますけどね。そうそう、いや結局ねあれなんですよ、うん、マイケルはやっぱ亡くなってからすごいこういうのが、うん、注目されて、はい、で上映されて客が入るっていうパターンになってるんで、だからどっちみちねマドンナもそうなんです、マイケル・ジャクソンも、うんうん、やっぱりアーティストなんで、そうですね、映画ではあんまりヒットしないっていうのが、まあ日本でもそういう人いますけどね、はい、はい、そういう感じでございます、はい、ます、はい、先ほどのチョイスの日からのおすすめは、さよなら前の30分でございますので、はいはい、北村匠海の、はいはいはい、ぼやっとした演技をいただきたいと思います。5日の方ですね、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということでエンディングでございます。はい、いやなんかあれですよね、もうなんかデジャブですよね。はい、実は私たちタイムリープしてまして、タイムリープしました、ね、タイムリープしてまして、同じこと2回やってます、はい、しかもこのさっき見てた、インタビューも同じこと2回やりました、はい、同じことというか、でも僕は一応2回目は違う内容でいいですよって言っといたんですよ、僕は監督に、1回目の踏襲する必要ないんでって言ったんですけど、はい、ということで、これも2回目で二重ですね、はい、はい、もう全部二重なんで、はい、取り直しができるのはいいんですよ、ね、できないものもありますね、ありました、はい、
まあそういうこともね、はい、ありましたね、年末にもあったしね、はいはい、まあまあいろいろありますが、いろいろあります、はい、ということで皆さん、くれぐれも、いろんなことは気をつけましょうという今年気をつけろよっていう感じの、始まりになってます私、はいはい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。